こんにちは和楽堂のぼうです今回の動画はですね2024年7月時刻土制の方の運勢についてお話をしてみたいと思いますまず7月どこに入ってるかですね7月はですねこの今赤い印を入れた打球ですねここはのサムネイルにも書いてありますけども華やかで楽しさを推しこういう関係も盛んになりお金もよく動く場所ですよと あの本来七色金星がいる打球というとっても賑やかでお友達とのやりとりも盛んになるし楽しいことがいっぱい周りに起きるで歌ったり踊ったりとかですねだ遊び事が増えたりであのお金の動きなんかも意外とよく動く場所というふうに言われています投資をおやりになっている方とかあのお金をね一生懸命稼いでいるような方頑張ってもっともっとこう豊かにしようなんて方もいっぱいいらっしゃると思いますけども。 そういう方もこの7月は身の回りにそういう動きが起きやすいということで、まあ、その辺をちょっとこう重点項目にして7月というのを意識するといいんじゃないかなと思います。あと人とのやり取りが非常に増えるので俗にはの恋の季節あのパートナーがいない方なんかねここにいて好きな方ができてお互いに惹かれ合って結ばれ合うなんていう非常にこう恋愛的な事情も盛んに動きやすいというふうに言われています。 どうううししてもですね、そういう楽しいい楽ことがいっぱまあそういう意味もあるんでしょうけどもお金全体も身の回りでよく動く傾向がありますので出過ぎには十分注意しななくちゃいけないけですよね。まあ、特に投資なんかやってる方はねあの大きな穴が開いちゃうと大変なことになりますのでその辺は少し慎重さとか節度を持った動き方をするその辺の意識も必要になるんでしょうね。 あとは当然楽しいことがたくさんあるので喜び楽しんで足元がおろそかになるということがまあまあありますそういうことだけちょっと意識して気をつけるということでしょうねそれ以外はですね十分楽しんでいいと思いますで悪いエネルギーが月,の月は入ってきて7月入ってきていませんので素直に楽しみながらお金の出過ぎと足元だけ注意ということですねで今度は8月ですね8月は 7の次ですから8の場所に行くんですね。魔法陣下段の左ですね。ここがですね、あちょっとうーんやりにくいんですね、時刻土星の方。ちょっと今あの入れてないのがあったので、地入れましょう。さっき意識はしてたんですけども、入れ忘れてましたね。月の破殺の月破が入りますね。 8月に1つ入ります。そこにですねもう一つ入っちゃうんですね。案件札が入るんですか、ね、2つ入っちゃいましたね。これがやはり月の破札物事を壊れやすくする要素ですね。 一生懸命頑張っているのになかなか形にならないとかうまくいったように見えても途中で壊れてしまうとかなかなかそういうこうやりにくい印象を受ける力エネルギーが入ってきていますのでそれだけでもやりにくいんですけどもねそこにアンケンサスという向こう側からどん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 邪魔になったり障害になるあちょっと台風ですね強烈な台風のようなものが向こうから来ているというふうに考えた方がいいと思いますので。 8月は少し注意すべき月になるということになるんでしょうね。でこの「ゴン球」という自国土星が8月に入る場所もこれお山の土という山どっしりした山なんですねイメージがね。でどっしりした山がいろんなものを止めてしまうというふうに言われるんですね。ゴンというもう止める大きな力がいい流れ何をやってもうまくいってた人のいい流れをも止めてしまう可能性があるし逆もまた言えます。何をやってもうまくいいかない まあご,ご本人にとって悪い流れですよねそういうものも止めてしまう可能性があるんですねそれと同時にそれまでの暮らしを止め,て止めた上ですね大きな変化をもたらすようなその変化のきっかけそういうものがいっぱい身の回りに出る可能性が高いというふうに言われている場所です。るういうふうに言われる場所なんですね。 だから、ね、何やってもうまくやった人は変な方に行かないように十分注意しなくちゃいけないということなのにそこに今度は月破月の破殺やりにくさを象徴するエネルギーと暗件殺向こうから邪魔に来るエネルギーが両方来ていますのでもうくれぐれも注意して行動するできたらもうじーっとお家にこもっていたいぐらいの静かに穏やかに暮らしていたいと周りとの関わりがね少なければ少ないほどそういうものがあの遭遇する可能性が 減るわけですからね。ただそうも言ってられないのがね生きていくということですのでやはり意識をするということでしょうね月破と案件札が来ていてただでさえ変化の激しいきっかけを生むような出来事とか自分が頑張ってきたことをと止めてしまうとどめられてしまうような言及という大きな力のエネルギーも来ているわけですからこの8月はちょっと要注意で用心深く行動して あのできたらば派手なこととか新しいこと大きなこと調子のいい時だったら滑らかにスムーズにいくことでも調子の悪い時は頑張ってもやりにくいわけですから、まあ、その辺はちょっと都合がつくならですね都合がつくならば時期的なコントロールをするという意識でいいと思います。まあ、どうしてもやらざるを得ない場合は これはもう対処しながら覚悟して向かうしかないということですね。まあ、あの調子のいい人にちょっと助けてもらうとかですね。サポートしてもらう。あとはすごく調子のいい人の後ろにそーっとこう寄り添うようにしながら物事を進めるとかですね。ちょっとした工夫を考えるようでしょうね。ただ、あの月運の場合は1ヶ月で終わりますのでね。8月が終わって9月に行くとまた変わってしまいますので、今度はこの9月は利休という。 物事が非常にはっきりする、まあ、エネルギーもありますしここが色を変えるやつですねこれで黄色に変わりましたここ利休九死火星がいる炎の星情熱の星感性豊かで知的でとってもきらめくような星が普段いる場所ですのでそういう影響が出やすいんですね知的な問題が周りに よく出てきたりですねあとセンスあふれるいろんな関わりが生まれたりあのちょっとかっこいいところなんですね。でエネルギーもあるしいろんなことがはっきり見える場所ということですね。あのなんていうんですかね。旧歯火星の「9」は数字の一番上ですし旧歯火星の「非」炎も非常に目立つ星です目立つ、まあ、現象ですのでどうしてもこう上の方にあってよく見える状況に置かれているという。 そんな風な風イメージでいいことが見えるのはいいですよねあの頑張ったことが評価されるきっかけになりますので悪いことも同じように目立って見えてしまうのでそこだけは少ししっかりガードをするような心持ちでいないとただでさえ見えやすいところに堂々とそういうあの都合の悪いものを表出すようではまた困ってしまうと思いますので。 しまっておいても見えてしまいやすいところなのでもうう十二分に注意ということいこですね。あとの知的な影響がとても強い場所のなので人間が考えたりです、ね、あの文章を作ったりというそういうことに関する動きも起きやすいんですね。 約束事とか契約とかですねあと法律に関すること文書関係に関することそういうきちんとした決まりとか守らなきゃいけないようなことが周りに影響として、まあ、小さな問題として動きやすい出やすいというふうに考えていっていいと思います。ただこの9月は悪いエネルギー入ってきていませんのであのそんなに構えてねあの身構える必要はないと思います。 8月のように月波と暗件札が両方来ていて激しい変化の場所に入ってやりにくいな十分注意しようというのから随分脱却してますので身の回りにねその九死化線の持っている特徴この場所の特徴文章ごととか約束ごとその辺ですね十分注意してで見えやすい状況なのでガードすべきはガードする評価されるところはしっかり評価してもらって。 エネルギーがあるので動きやすさはあると思いますけれどもその辺だけは少し考えて行動していただくとこれで789という月運の解説が終わりになるんですけれども8月ですね暑い盛りにちょっとこうやりにくい状況に時刻同性のこと入ってるんでちょっと注意して行動ということですねただ年運が非常にいいのでね年運の方は影響ものすごく大きいんですね力もエネルギーも多いですし 年運の状況を考えてその中でもちょっとやりにくい状況だというふうに意識した方がいいと思いますね。2024年はあここに書いてありますね。に入ってるんですね。ここですね。本来白六木星がいる場所で風のイメージもあるんですね。いろんなものが巡り来て白六木星は大きな木のイメージもありますので体重ですね。 成熟した緑豊かで地面の地面から水を命の水を吸い上げてみずみずしさとか潤いとかをたっぷりたたいているのでいろんなものが集まってくるんですねそこに風というイメージがやはりいろんなものをもたらしてくれる縁が巡りきて物事が整うという非常にいい場所ですねただしあ村旧四六木星の影響を強く受けるんですけども 白く木星自身ががとってても人人のいい人が多くてですね周りにいろんなものが集まり寄ってくる中から多少の悪意とかですね利用しようとか思う思惑でちょっとこう関わられて褒められたり大切にされたりするとすごく喜んでしまって、うん、あの人がいいというんですかね利用されてだ騙,騙されたりしやすいそういう,こう出来事に合う可能性が高いですから。 その辺だけ注意ですね周りに集まるものの中に悪意をちゃんと見極めてですねそういうものはちょっと遠ざけるとか関わらないというふうなそういう態度をちょっと意識していただきたいと思います。まあ、非常にいい場所ということですね念運に悪いエネルギーが来ていないので、まあ、月運が多少悪くてもね背景になっている念運がいいので十分注意しながら対処すればその8月の調子の悪いところもなんとかクリアできると思います。 で今度はですね2025年ですね年運もつながりというか流れをちょっと見ていきましょうね。中宮に入るのでここは非常に囲まれたという状況が特徴なんですね。で合同性地震ここに普段いる星なんですけども非常に強い力を持っているので周りに囲まれていて動きのない逃げ場のない状況の中で強い力の影響を受けますから。 いい方向にも悪い方向にも非常に激しく動きやすいということはですね周りの環境が非常に重要ということですねこの位置を見てもね真ん中ですから周りにどういうものを散りばめるかですねで各8つの星周りにあるわけですけどもその8つそれぞれがやっぱり人,人が背負ってる背景になっていますそういう人たちがこういうエネルギーを持った人たちが周りにいるんだということですからそういう人たちからの関わりですねあと出来事なんかもあると思います。 変なものが置いてあったり変な人がいたりですねちょっと困った人が身近にいたりそういうような状況が逃げ場があれば離れればいいんですけども逃げ,場逃げ場のないところですとやっぱり影響大きいですよね。外でねちょっとなんか変な人がいるなと思ったら離れればいいんですけども自分がお店で働いていてお店に変な人が来たらなかなか逃げる場所がないわけですよね。まあ、そんなようなシーンを想像するとわかりやすいんじゃないかと思います。 ということはなるべく変なお客さんが入ってこないように変な人との関わりを持たないようなそういう意識とか行動が求められるで普段以上にということですね外だったらら遠くかかねあの変ななものを見ていいる分にはは被害ととダメージは少ないと思いますただそういうこ自分が動くことのできない状況の中で変なものとか嫌なもの怖いものにあったり見たりしたらそれは影響大きいですよね。だこの中宮というのはそういう点を十分注意する。 ただ周りにいいものとか、ね、あの親しいお友達とかです、ね、優しい人とか楽しい出来事が周りにあれば非常に幸せが加速度がついて幸せな感じを得ることができるわけですね。やはり周りの状況をしっかりとコントロールするという、まあ、その辺がねこの中軍に入った時の大きなあの狙いになるんでしょうね。 で中宮自身もそのさっき言ったように力がエネルギーが満ち満ちていますから良い,い方にも悪い方にも激しく押してしまうので、まあ、天国と地獄を味わえるなんていうふうに言われてるんですね。でまあ中宮はですねあの悪いエネルギー寄ってきないのでその意味合いさえ理解すればしっかりとした行動が取れると思います。あとその次2026年は研究ですねここは緑色を入れましょうね。 マウスがいなくなくりましたねあね赤になっちゃいましたね緑緑この2026年の研究は、うん、ここも悪いエネルギーがついてきていませんので年運の動きは非常にいいんですね、まあ、中国のね激しく動く点にだけ注意をして周りは気をつけましょうという考え方と でこの研究はですね六白金星という剣、まあ、天に一番近いと言われている星がいる場所で非常にこう格式があったり格調が高かったり力が大きいというかな大きな組織とか偉い人とかですねそういう人のイメージが非常に強いところなんですね。ですからそういう方との関わりが年間を通じて生まれやすい。 普段は、ね、あの同じようなこう、まあ、大体自分と似たような方たちと付き合うことが多いと思いますけどもこういう場所に入った時って自分とはちょっと関わりのないようなすごい偉い人とかですねすごく大きな組織と関わったりする可能性高いんですねですからちょっとあのそういう時にねあの腰が引けるとかちょっとこう緊張しすぎちゃってうまくいかないなんていうことだけ気をつけてですねちゃんとしっかりと誠意を持って堂々と、まあ、向かい合って関わるというんですかね。 そうううすするるることとににによってて非常に良くなるというふうに言われてるんですね。当然力のある方からのアドバイスとか関わりが自分にとってプラスになる方向にどんどん行く可能性が高いわけですから、まあ、その辺を意識してですね、まあ、ステップアップするための大きなこうチャンスだと思ってきちんと向かい合うということが求められると思います。でもう一つが自分が偉いという立場にいる、まあ、目上の立場にいることを考えると 当然下の方が生まれるわけですね下の方との関わりも増えるわけですから下の人との関わり部下とかですね兄弟でも小さな兄弟がいたりお子さんがいたりとかする可能性高いですからそういう目下の者との関わりも大切にすることによってそれもまた非常に良くなるというふうに言われています。年運が非常にいいのでね月運の多少の凸凹ここというのは十分意識して行動すればクリアできると思いますので。 まあその辺を確認の意味も込めながらですね一つずつこう調子のいい悪いというのがあるでしょうからその辺を見ながら行動していただくそういう参考のデータにしていただければと思って、まあ、一生懸命配信してますぜひあの利用していただきたいと思いますこれで時刻度性の方の運勢について月運と年運3ヶ月と3年分の簡単なつながりというのを説明して終わりにしたいと思います えとですね、最近あの駅の方で駅カードと税竹を使ってちゃんとそのカードを選定することでワンポイントのちょっとしたこう問題に対するお答えが出せるようなそんな仕組みを少し作って動画も始めましたまだちょっとあの私の雰囲気とは合わないところがあるかもしれませんけども自分なりに皆さんにお伝えできるような情報に育てようと思ってますんでその辺もあの見かけたら是非あの見ていただきたいと思います 1> 第1回目はですね、結構あのご希望が多かった恋愛関係ですねご自分のパートナーとか恋人との関係とかですねそういうことにそういう人たちとの関わりの状況現在の状況とかこ,れここからちょっと先までの様子ですねどんなふうな動きになったらいいかどういうふうに注意したらいいかとかですねそういうことを6枚のカードの中から皆さんに1枚選んでいただいてその方に応じた、まあ、答えを。 ちょっとこうお示しできるような形で動画を作りましたので興味のある方はちょっとと見ていいいたただきたいと思いま,すまあどん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 いろんなことを加えていきますお仕事に関することとか重大な分かれ道に立った時ですねそういう時にどういう心構えでどっちに方向に進んだらいいかなんていうことも多くのヒントが込められた駅,駅というのはそういうちょっとこう不思議なところがあるんですね。 駅の神様にちょっとお願いするようんところありますんでその辺も充実させていきますのでまたほんと是非ご視聴の方よろしくお願いしたいと思います。あとはですね見ていいなと思ったらチャンネル登録をしていただくと我々も頑張る大きな力になりますのでそちらの方も是非お願いしたいのとですねコメントですねいろいろお尋ねいただいたりご意見をいただいたりすることもとってもこう成長の糧になりますのでその辺も是非よろしくお願いしたいと思います。 でお気軽にお願いしてあのまた今日の動画配信を終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。